はい、じゃあ今日はブロッコリーの収穫をしましょう。おっと、もうちょっと育ちすぎてますね。こんなにもう菜の花みたいに先乱れておりますけども、このでも先っぽの方はね、これブロッコリーっぽいですね。あー、ブロッコリーですね。ブロッコリーの名残がしております。ではちょっとこれを抜いていきましょう。そして、玉ねぎです。玉ねぎね、ちょっと土寄せしておきましょうか。土寄せしてまっすぐしておきましょうか。ニンニクがね、これちょっとニンニクが微妙な感じですけどもね、まあまだまだ頑張ってほしいですね。ちょっと土寄せして応援してあげましょう。頑張れ。ここから起死回生。はい、そしてこれがイチゴですね。お、今ね、寒さにこらえてこうやってちっちゃくなって頑張ってますよ。こっちもイチゴね、こっからですよ。こっからどんどん暖かくなって春が来てね、イチゴが実るんですよ。楽しみですね、今年の春が。イチゴ狩りが楽しみです。今日も花が咲きみたいです。